ソチ五輪のアイスダンスに出場したフランス代表ナタリー・ペシャラ選手がエキシビジョン後に他の選手たちと撮った変顔記念写真を自身のインスタグラムに公開。日本の浅田真央選手、高橋大輔選手、町田選手、さらにイタリアのカロリーナ・コストナー選手、カザフスタンのデニス・テン選手らを含む8人の楽しい雰囲気が伝わる1枚だ。この写真は Twitter やソーシャルメディアでも広く拡散多くのファンが素敵な写真との声を上げているなおコストナー選手とテン選手はインスタグラムに変顔前の写真を公開見比べてみるのも面白い